で、私が描いているものは建造物とか、その空気感だったり世界観だったりとか、絶望的な世界であったり希望的な世界、あらゆる世界の状況の中に入っていくことによって、そこから見る人の中に物語が広がっていったらいいかなとは思っています。キャンバスに描く無限に広がるもう一つの世界、ブレイク前夜。世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。アーティスト田島春樹、幼い頃からさまざまな SF 作品に影響を受けた彼が表現するもの、それは一つの世界。映画とかゲームとかそういうものが結構昔から好きで、キャラクターにももちろん惹かれるんですけど、その世界観だったりっていうのにすごい惹かれていて、でその中で建物だけじゃなくて、そこに存在する空気感だったりとか、湿度だったり温度だったりとかっていうところで結構こだわって作っているところになりますね。自身が憧れた世界をキャンバスに、存在しない世界を作り上げる彼のこだわり、それはCG と手書きの融合。最近は CG を使っていて、 CG 上で完成させるくらいのつもりで書いてはいるんですけれども、ちょっと物足りないなっていう感覚はあって、そこにさらに絵の具、手彩で仕事を加えたりとか、生命感を込めるじゃないですけど、本物の力をプラスできたらなって思っています。デジタルだけではなく、手作業で加える世界の温度、リアルと空想を追求する彼が自身の作品で伝えたいこと。結構建造物とかって割と自然を破壊したりとか、人間をコントロールするために作られたものだったりっていうところも裏側としてあったりとかして、見ている人がその世界の中に入っていって、まあ SF の主人公じゃないですけど、その中でもなんとか生きていくっていうところを伝えられたらいいなと思って、ビジュアルを描いていると思います。空想の世界を通して人間の強さを描きたい、幼い頃に憧れた世界を具現化する田島春樹が見据える未来とは。多くの人にまずは見てもらいたいなっていうのはあって、で共感してもらうじゃないですけど、この世界に行ってみたいなとか、あこういうイメージが広がるっていうものだったりとか、逆にその自分の作品のイメージからなんか他の人が作品を作ってくれたらすごい楽しそうだなって思ったりもします。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は現代美術家平川浩太のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。